どうも、阪神情報局です。今日もタイガースの最新情報についてお話をしていきましょうということで、現在この動画を撮影しているのが9月12日日曜日の試合終了後なんですけれども、タイガースは今日の試合、ベイスターズ相手に8対1の大敗ということで、今日勝てばベイスターズ8年連続のカード勝ち越しだったんですけれども、またそれは次回以降にお預けという形になりました。で、今回の動画では今日の投打のポイントのまとめということで、先発のガンケル投手、今シーズン一度も3失点以上ね、したことがなかったんですが、まさかの5失点、で、打者陣に関してはマルテ選手のタイムリーやりましたが、それのみでやっぱりサンズ選手ね、状態がいいのか悪いのかちょっとはっきりしないところがあるんですが、もしかしたら明日以降、まあ、火曜日以降ですね、スタメンいじってくる可能性もあるんじゃないかなということで、こういったところ深掘りしていきながらお話ししていきたいなと思います。では早速お話をしていきますけれども、まずは今日の試合8対1の大敗ですね。まあ、変則3連戦なんとか3立てできればなというねところまで持っていったんですけれども、この日曜日は敗戦という形になりました。で、今日タイガース勝ってれば2014年からねずっと続いているベイスターズ戦のカード勝ち越し、まあ、8年連続が決まるところだったんですけれども、それは次回以降という形になってしまいました。で、今日の試合内容をまず見ていきたいなと思うんですけれども、投手陣ですね、まあ、先発のガンケル投手、先ほどもお話しましたが、今シーズンまだ3失点以上したことなかったんですよね。まあ、安定感抜群で、そしてベイスターズ戦も6回目の登板ということで、本当にもうお互い手の内を知り尽くしている状況の中での登板だったんですが、6回101球で被安打8本、ホームラン2本浴びて奪った三振がわずか1つ、与えたフォアボール2つの5失点ということで、全体6回5失点ですね。で、ガンケル投手はコメントを出しているんですが、味方が先制してくれた直後に逆転を許してしまい、チームに申し訳ない、ボールも全体的に高かった、次回登板までにしっかり修正したいということで、まず幸先よくタイガースが先制して、その裏ですよね、佐野選手に逆転ツーラン浴びて、で3回にはオースティン選手にも打たれてっていうね、まあ、このオースティン選手についてはまた後ほどお話をしていきますが、で6回ここを抑えたらっていうところで一番警戒してた桑原選手にも打たれてしまって、まあ、4点リードで降板という形になりました。で、今シーズンガンケル投手はベイスターズ戦ここまで5試合登板していたんですが、2勝1敗で、この1敗というのは唯一ガンケル投手今シーズン許した黒星なんですね。なので今シーズンのガンケル投手の2敗というのはどちらもベイスターズ戦という形になりました。まあ、もう6回目の対戦ですからね、お互いもいろいろデータ出てる中で難しい対戦だったと思うんですけれども、まあ、今後もガンケル投手をベイスターズ戦に当てるのか、この辺は注目して見ていきたいところです。で、その後の系統ですけれども、ババ投手、斉藤投手ですね。で、やっぱりちょっと問題はババ投手ですね。ババ投手は今日の試合フォアボール、そしてオースティン選手に打たれてということで、まあ、ここ最近ずっとババ投手フォアボールでランナー出してるんですよね。まあ、ヒットをバンバンという風には打たれていないんですけれども、やっぱりこう無駄なランナーを残してしまって、ちょっとリズム感に欠けるというか、まあ、なかなかこうリズムよく攻撃につなげることっていうのができてないんですね。で、ここ最近タイガースは大敗した後、まあ、前回の小野投手とかもそうですけれども、中継ぎをポンとね入れ替えたりしてますし、まあ、2軍が今日も勝って18連勝ですから、まあ、そういうところで言うと頑張ってるピッチャーを上げるっていうのもね、まあ、これまでの馬場投手の内容を見てると可能性はあるのかもしれません。で、問題はやっぱりオースティン選手にいくら打たれるんだっていうところですよね。まあ、今日の試合も4打数3安打ホームラン2本で5打点ですから、まあ、どこまでオースティン選手にね打点稼がれるのっていうところなんですが、で、今日の試合前の時点ですね、ここまでオースティン選手はタイガース戦17試合で56打数20安打、打率3割5分7厘、ホームラン6本13打点ということで、まあ、今日の2ホーマー5打点、そして3安打を含めていくと、まあ、一番ね相性がいいのがこのタイガース戦なんですよね。で、このオースティン選手対策というのはもちろんしてると思うんですけれども、まあ、慎重に配球してるのも感じるんですが、スッとやっぱりピッチャーが投げてるボールがうちに集まるんですよね。まあ、打たれちゃいけないバッターはなぜか知らないけどボールがうちに入っちゃうっていうね、まあ、どの OB の方もお話をされてますけれども、まさにその状態なのかなと。で、それが開幕してからずっとですし、まあ、むしろ去年からも打たれてるんですよね。で、まあ、オースティン選手の後ろを打つバッターもベイスターズ打線怖いんですが、まあ、前回の鈴木選手への攻め方ですよね。カープ戦あれだけ鈴木選手が打ってて、もう逃げながらというか、もうできるだけかわしながらっていうね。で、そういった攻め方の中で後ろのバッターもちろん確率が高い選手揃ってるんですが、まあ、確率論考えていった時にそっちで勝負した方がいいだろうっていうね。で、それがハマってカープ戦連勝できたんで、今後まだまだベイスターズ戦というかオースティン選手と当たることはあるわけですから、まあ、こういう大胆なね攻め方をしていってもいいんじゃないかなというのは個人的に感じました。で、続いて打者陣見ていきたいなと思うんですけれども、今日は全体で6安打1得点ですね。まあ、この1点以上にもう少しねチャンスあったんですけれども、なかなかそこで1本出ませんでした。まあ、ここ最近のタイガース結構そうですよね。まあ、14安打しながら3点とか4点とかね、もう少し取り切りたいというところでなかなか1本出ない状況だったんですが、今日のスタメンですけれども、1番センター近本選手、2番ショート中野選手、3番レフトサンズ選手、4番ファーストマルテ選手、5番サード大山選手、6番セカンド糸原選手、7番ライトに小野寺選手、8番キャッチャー梅野選手、9番ピッチャーガンケル投手ということで、もう今日は6番以降の選手たちがランナー出れない、ヒットが出ないっていう風なところだったんで、まあ、先発の今永投手にこれで2試合連続で2桁奪三振取られてるんですよね。まあ、完全に手玉に取られてるっていうところで、またキラーと呼べるようなねピッチャーが出てきたわけなんですけれども、次回はしっかり崩してほしいところです。で、今日のタイガースの唯一の得点シーンは1回ですね、近本選手がツーベース打って中野選手がバントして、非常にいい流れの中で4番のマルテ選手、まあ、これショートゴロね、あ、アウトかなというところだったんですが、マルテ選手全力疾走、
で、柴田選手も1個ね、ちょっとタイミング持ってしまって、送球遅れて、このマルテ選手の全力疾走が生きて内野安打になりました。で、マルテ選手はコメントを出しているんですが、全力疾走はタイガースの象徴だから、足でもぎ取った1点だったね。あの瞬間は瞬足になった気分だったよということで、まあ、僕も映像を見ててね、ちょっと柴田選手が1球持ったというのは感じたんですけれども、まあ、マルテ選手だったら厳しいかというふうにね、チラッと画面を見たら、マルテ選手そこにいましたからね。お、全力疾走というか、もちろんこれは当然のことではあるんですけれども、やっぱりこれ今シーズンのタイガースの象徴ですから、まあ、素晴らしいプレーの一つだったかなというふうに思います。ただもうそれ以降は今永投手に完全にひねられたっていうふうな感じですよね。チャンスは一度二度あって、そこで打てたらというところだったんですが、まあ、今日は今永投手の出来も良かったですからね、まあ、なかなか攻略することができませんでした。で、マルテ選手のタイムリーもそうですけれども、やっぱり近本選手ね、近本選手昨日ノーヒットで、あ、ちょっと状態どうかなというところだったんですけれども、まあ、そのみんなが苦労してる今永投手から3アンダーですからね、ツーベースヒットヒットでね、やっぱりこう固めて出る選手だなというところで、この出塁をなんとかものにしたかったんですけれどもね。で、今日も中野選手ヒット打ってますから、この 1,2 番が出てる時になんとかクリーンナップっていう風なところですよね。で、そういった中で気になったのがサンズ選手なんですね。まあ、サンズ選手は今日3番に入っていたわけなんですけれども、初回の打席から3打席連続で得点圏で凡退だったんですよね。で、最後の打席も凡退で4打数ノーヒットになりました。まあ、ここ最近サンズ選手ちょっと打撃上がってきたかなというところでね、次の試合期待というところで、そこでまた打てなくて、で、次の試合打ってっていう風な感じで、まあ、ちょっとまだ波がある状況なんですよね。で、それを考えていくと、個人的な予想とすれば、火曜日からマルテ選手を3番に戻して、で、大山選手今5番ね、数試合打ってますけれども、そろそろ4番に戻すんじゃないかなという風な予想してます。というのも火曜日からまたヤクルト戦なんですよね。で、奥川投手が来るんじゃないかとか、いろいろ言われてるわけなんですが、大山選手もずっとヒット打ってますからね。まあ、大山選手みたいに、これぐらいね、いい状態がサンズ選手続けば、まあ、3番でも4番でもっていう風なところなんですが、まあ、マルテ選手を3番に戻したいっていう風な考えもきっと矢野監督の中ではあるでしょうし、で、大山選手4番っていうのが一つの軸ですから、まあ、それを考えていくと、まあ、3番、4番一つずつずらして、で、5番のところにサンズ選手なのか、ロハス選手なのか、糸井選手かね。やっぱりこの 1,2 番のところをしっかり繋いでいくためには、3番、4番、ここがかなり大事だと思いますから、まあ、火曜日以降どういうメンバー組んでいくのかっていうのは注目です。で、もう一人小野寺選手ですね。まあ、今日は左の今永投手だったということで、まあ、思い切ってのスタメン起用だったんですけれども、まあ、3打席連続三振を含めて、今日は4打数ノーヒットでしたね。まあ、今永投手3打席、そして最後の打席も左の田中投手でしたから、まあ、ここなんとか1本打ちたいところだったんですけれども、まあ、今後レギュラーをがっつり掴んでいくために、まあ、1軍にずっといるためには、まずは左ピッチャー打っていかなければいけませんよね。今はこうしてチャンスもらえてる段階ではありますけれども、また後ほどお話をしますが、タイガースの2軍18連勝ですからね。まあ、右バッターもしっかり結果を出しているというところがありますから、今後小野寺選手の活躍というのも注目して見ていきたいなと思います。はい、ということでタイガースは変則3連戦最後の日曜日ね、ちょっと敗れてしまったんですが、まあ、現状スワローズ、ジャイアンツともにリードしてますから、なんとか下位球団頑張ってほしいというところなんですけれどもね。まあ、タイガースは火曜日からスワローズ2連戦、そしてドラゴンズ戦、ジャイアンツ戦というね、まあ、重たい1週間になっていくんですけれども、まあ、ちょっと中に休養日もありますから、どういうローテ組んでいくのかっていうのは、また最新情報をお届けできればなというふうに思ってます。で、もう一つね、明るいお話でいくと、タイガースの2軍が18連勝ということで、まあ、本当に止まりませんね。で、外野と内野ポジションは違いど、右で活躍してるのが北条選手ね、今日も素晴らしい一発打ってましたけれども、平田2軍監督がコメントで、北条は落ちてきてもね、非常にみんな山本にしてもそうだし、北条バッティング用なってるなっていうのは状態がいい。そういったところでまた1軍が、北条絶対に力にね、必要とされるんで、他の選手も含めて非常に状態はいいよということで、まあ右で言うと北条選手もそうですし、ヨーカー選手もいますし、まあ江越選手も打ってますからね。なのでそういったところで言うと、小野寺選手今は左ピッチャーのところで出てますが、入れ替えというのはあってもおかしくありません。で、もう一人右バッターで言うと、平田二軍監督が絶賛しているのがルーキーの坂枝選手ですね。コメントを出していますが、坂枝はね、相変わらず素晴らしい。攻守に連勝中は坂枝や長坂、キャッチャーがやっぱりピッチャーを引っ張ってる。で、坂枝に関してはしっかり思い切って振れるというところがさ、坂枝の思い切りの良さだね。あそこでちょっと迷ったりしてないね。本当に素晴らしい活躍だと思うということで、まあ、上位球団のスワローズには高橋奎二投手がいたりとか、ジャイアンツでいうとメルセデス投手、高橋投手、やっぱりこう苦労しそうな左ピッチャーいますからね。まあ、今日の今永投手もそうですけれども、なのでここぞで出てくる右バッターっていうのが今後タイガースが優勝を引き寄せていくためにかなり大事なウエイトを占めるんじゃないかなというふうには個人的に思ってます。そういうところで言うと、交流戦宮城投手から打った北条選手とか、まあ、山本選手とかもね、2軍で打率3割残してますから、そういう選手たちのここぞでの1本っていうところがね、より大事になってくる試合展開あるんじゃないかなということで、こういったところも引き続き注目していきながら、また気持ち切り替えてね、火曜日のスワローズ2連戦戦っていってほしいなと思います。ということで、以上、今回の動画が皆さんの参考になれば非常に嬉しいです。この動画が面白かった、ためになったと思っていただけた方は、よかったらチャンネル登録、グッドボタン押していただけると嬉しいです。皆さんのおかげでこの阪神情報局チャンネル登録者15,100人突破、いつもありがとうございます。皆さんのご視聴、コメント、高評価、チャンネル登録が励みになってます。次は目指せチャンネル登録者16,000人ということで、今後とも阪神情報局何卒よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。毎日トラホー、ありがとうございました。変則3連戦最後日曜日は負けてしまいましたが、2勝1敗で乗り切ることができました。また来週は上位の2球団と
当たっていきます。どんな戦い、そしてどんなローテーションになっていくのか注目して見ていきましょう。ではまた。